イピョンもうまくエキシャと組ませてよかったよかったと。さあエピョンがこちらの様子を見ているみたいな。ベースバー怖い次ね。さあジエンドだがベースバーガーにマッターマさんに分かれて取ってくる正面。さあ FPGC エクシアともにそろそろワンチャンゲージがたまる時間ではありますが、エピオンが切り込んでユニコーンの方も見ている。あーガンダーもしかし相手分身中俺がだっとかく受けてバキバキ敵下げによる。さあ放熱タイム終了とかくステップ、そこでユニコーンが食らってしまうがすぐにアシストフォロー。さあユニコーンならば特殊の判定でエピオンを封殺できるはず。援護しかしステップからしっかり切る。大丈夫さなんというスピード。エピオン自身格闘しかし軸がずれたか。さすがに感じ軸はきついところ。まだ生きる。さあコストオーバーなんとか持ち直す。危ないところ。なんとかエピオンも最近落としルスドロよ調整 GM スタート分身中目標補足。さあ遠くを見ている。うまく相手を察知したのが良かったか。トライしかしここで落とされる。ユニコーンもなんとか生きる立ち回り遅い。さあエピオンも2回落とす作戦に変更か。はたまた S91 をする作戦か。さあ断じ剣は爆発しない。ライフル一発まだユニコーンは持っている。ここでユニコーンが落ちてエクシアと HP を並べていくか。しかしうまく FQG1 が前衛で出張っている。 FQG1 格闘技コーナー即さまホーミングダッシュから格闘を来る準備万端。エピオンなんとかフェファイカスかわし、しかしライフル3射勝利したのは 34P。ローンアンとナズメ友人長支援の FQG1 と10コロムシのエビオンの勝利となります。おめでとうございます。さあそれでは D ブロックの1回戦第2試合いきます。エピー側から身体のゲダラフ、 2P 側に剣奏と殺人的なオットーのトールギス、 3P 側にハヤの FQG、 ハヤの百式、 4P 側にタケノコあと東追悼のターン A お願いします。3P 側にハヤ、 4P 側に、あいますね、はいはい、タケノコさんいますね。さあトールギスやらゲドラフやら百式やらどうしようかしら。トールギスチェックこのまま行きましょう。このトールギスなら。さあ2戦こそ3体ターン A が1体どこと組むか。ステージがヘリオポリス、組んだのゲドラフトールギス、ターン A 百式、1,2,3,4 でしかしない組ですね。先行だ。まずは牽制殺人的な加速だ。さあ3位が増やせ、同じものが近づいてくる。問題ない。ハックハイパースーパー使って逃げていく。バニア使って殺人的な加速だ。問題ない。アシストなんとかかわす軸が合ってなかった。よし頼むぞ。さあ突角から特殊重ねてダメージ加速。後ろ逃げる突角で逃げる着地も取る。しかし百式がフォロー。さあここで拾い直せるターン A なんてこった。百式が格闘に行く。軸合わせてドーバー3発、ターン A が目の前に来る。さあ突撃も飛ばされる。さあまあ特殊を当てたが体力が軽い健康者圧倒、なんとかそのまま押し潰す。さあターン A を一気に残して、しかしこちらの2戦こそも疲弊している。エビオンが百式のダメージも取れなかったが、しかしここでエリックピアスからの重ねられて、さあミサイルが迫ってくる。百式を追ってなんとかダメージを取る。さあ流れ的にはいい方向に持ってきている。さあ垂直に逃げる。アジスも枯れていなかった。軸の合わせ合い着地して、先に着地していたトールギスがそこを取る。
さあ、タイムを一気に囲み、囲んで逃げたが横角、しかしまだなんとか生きた。速射スナイプで100式のダメージを取る。さあ、サブ巻いて、キンキンキンと発動。さあ残り1ペンで逃げる。3位がアシスト置いていた。しかしアシストを使わせたと見ればなかなかいい。さあ単位の猛攻なんとか逃げる。さあ特攻戦逃げて先行弾。しかしここで横角ワンループ決まる。そして蝶の羽アシスト置いて下角で防ぐ。さあミサイル当たってこのダメージ痛いでござる。さあ、タイが横く生きていたがうまくゲドラフがフォロー。勝利したのは 1-2P。身体のゲドラフとゲーム長のトルギスの勝利となります。おめでとうございます。さあ、それでは D ブロックの、3回戦、1回戦3試合目いきましょう。TP 側からメロンはと視点になると動けなくなるから視点をやめてのデスティニー。TP 側に胸をのエクシア。3P 側にサシセササミのハンマーハンマー。4P 側にアサディンアット起き上がりブッパは甘えのマスターお願いします。どうしようかな。マスターかハンマーハンマーですね。まあどっちか3000円と組んだらそっちの方向で見せましょう。俺がガンダムだ。さあ全員決め終わり、ステージはジャブロー。さ、じゃあマスターガンダムいこうと思います。ガンダムが、さあしかし理想型が非常に厳しい。なかなか引っかかりが多くてハンマのサブシャドウで捉えられちゃうんですよね。そして、まあ今のレジェンドのアシストも、まあ、あの通りみたいな。さあスパイクで突っ込んでいく。どこを見ているにはアシスト合わせる。さあなんとか前出して逃げて、マンドガードからのアシストをやりおる。12号砲杯大射兵。さあ一発当たったか、どうだ。さあしかし当たっていなかった。さあ横待っている。なかなかの射程距離。さあ横角ディスニーが行くが、そこはハンマーがフォロー。さあ今の封鎖ギリ当たらない。横角来るか、ディスニー見ているガンダム。さあゆっくりとランダム、ゆっくりまだ来るよ。マントガードからアシスト。ウエスト切れてるんだろうとヤンばかりの後ろ格闘機である。しかしここでワンジャン取られたのはダメージが大きいか、後の展開に響かないようにしていきたい。さあチャレンジとエクシャがぶっ飛んで、うわあ、さあハンマハンマ、そしてうまくエクシアはディスニーが見ている。さあここで体力調整完了。さあ体力調整完了。なんというこれは孔明の罠だ。しかしうまくアームを飛ばしているハンマハンマ落として、さあハムになったマスターが降ってきた。特殊を受けていいダメージ。さあエクシアもダメージを取っているが、さあハンマーが様子を見ている。あとやってディスニーを追い払い、アシストの打ち合い。その後ディスニーが拾って勝利したのは 1-4P、メロンのディスニーとアサティンのマスターの勝利となります。おめでとうございます。それでは D ブロック 1P のシンアットスンシンのデスサイズヘル。シンさん参加費まだ受け取ってないけど、シンさん来てる？あ、来てます。じゃあ参加費だけちょっとありました。あ、大丈夫。あ、やばいやばい、他の人に渡してるっぽい。さあそれでは、シンアットスンシンのデスサイズヘルが 1P 側、 2P 側に新竜のカプル、 3P 側にゆっくりした結果のタン X、 4P 側に汚い忍者、あとスポランメンバー募集中のシュピーゲルお願いします。デスヘルカップルターン X スシュピーゲル、数少ない忍者勢ここで使っていきましょう。私はここだ。さあ2000コスト2体、3000コスト1000コスト1体ずつ。